こういった国の現在のコロナの出口も見えていないのに、どんどん支援、どんどん救済策を絞っていく、その後ろで糸を引いてるやつらは誰かってことなんです。思いつきでやってるわけじゃない、計画的にやってますよ。東京財団、東京財団、皆さんご存知ですかシンクタンクらしいです。このの東京財団で2020年の3月頃に出た 東京財団に所属している経済学者たちの提言、この中、ろくでもないことが書いてある、この経済学者による緊急提言、発起人誰かって見たら、小林慶一郎、小林慶一郎って誰かっつったら、政府のコロナ対策、基本的対処方針等諮問委員会の委員、つまりは何か、政府に直接、ものを言える人間が、より絞っていけ、金を出すなっていう方向の提言をしている、どんなこと言っているか。 東京財団の提言ですす読まませてもらいます企業の退出、廃業倒産、企業の退出と新規参入による新陳代謝が不可欠である、これ何言ってるか分かりますか、潰れるとかあってもいいやんか、潰れるとかあっても次始めるところがあればいいねんから、この新陳代謝を活発にしていかなきゃいけないよってことを言ってる。 通常時の世の中なら当たり前の話だが、今は緊急時ですよ。25年以上のデフレ、そこに加えてコロナという状況の中で、新陳代謝をこの機会に活発,させ活発化させろってことを言ってる、むちゃくちゃ。適正なスピードでの企業の新陳代謝を促す政策も、組み合わせることが必要である。潰れるとこ、どんどん潰れていかせ。そういうことの提言ですよ。だめなんですよ、そんなことやっちゃ、どうしてか。潰しちゃったら失業者生まれるじゃない。 世の中がより不安定になっちゃうじゃない。失業したらどうなる失業したら、ひょっとしたら人によっては家追い出されますよ。住む家さえも奪われたって方々、このコロナ禍の中でいっぱい見てきましたよ。20代から80代超えた人まで。所持金3万円とか105円とか30円とか、どんだけ心細いか。 もう行くとくなくなって、駅に集まるんですよ、駅に、大都市では。どうして助けを求めないのかって話に対して、いや、自分が悪いって、あなたのせいじゃないじゃない、25年以上のデフレと、そこにコロナがやってきて、この責任は自分にあるって思わされてる、どれだけ自己責任を求めてんの、この国、こんな苦しい思いするのは自分が頑張らなかったからだっていうことを植えつけられてんですよ、違う。 25年以上のデフレは国の誤った経済政策、労働環境破壊、そしてコロナは何人災ですか、日本では人災、でももともとは疫病、それに対して対策があまりにもごてごて、そういった政府の人災じゃないですか。話戻ると、企業の体質、廃業倒産、それと新規参入による新陳代謝不可欠だぞ。 適正なスピードで新陳代謝を促していけよってことを提言している、ろくでもない、ろくでもない学者ですよ、こんなの。で、他にも政府の救済策、コロナに対する救済策、支援策ってものを絞るってことを、後ろから後押ししてるやつらがいる、誰か、財政制度と審議会、財政制度と審議会って言ったら、何かって言ったら、財務大臣の諮問機関。で 令和2年の11月25日にこの財政制度等審議会が出した提言みたいなもの、その内容を見てみると、ろくでもない。その提言を出した人間たち、見てみると誰かっつったら、元経団連の会長とか、他にも連合とか、そういう人たちなんですよ。他にも日本は財政破綻するって2003年から言い続けて、結局財政破綻しなかった。そういうことを言い続けてた東大の先生とか、もう狼中年。 狼高齢者とも呼ばれてますけどそういう人間たちが作った内容財務大臣に直接これを提言するってことです何と言ってるか読みます政府の一時的かつ非常時の支援を継続し状態化させれば政府の支援への依存を招き産業構造の変革や新陳代謝の遅れモラルハザードを通じて今後の成長の足かせとなりかねない 国からお金出し続けたらな、これ、みんなどうせくれ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 言い出すぞって、金くれ、金くれってみんな言い出すぞ、そんなことになったらモラルハザード、モラルハザード起こすだろって、あいつら、金くれ、金くれ言い出すねんから、そんなこと言うたらもうむちゃくちゃなるから、気をつけとけよって、それよりもさっさと新陳代謝、潰れるとこ潰してってこと、前に進めろってこと言ってんです、何言ってんですか、今は個人や民間の力でなんとかなる時期じゃない。 25年のデフレにコロナがやってきたっていうような状況の中で、今最大限活躍しなきゃいけないのは、一番頑張らなきゃいけないのは政治ですよ。政府にはその力がある。どうしてか。円。円という独自通貨がある。財源が足りないということならば、この財源を増やせるのが独自通貨を持った国。ドル、円、ポンド。 こういった独自通貨を持った国は、自分たちの国内に流通するお金、お金が少ないときには増やせるんですよ、当たり前じゃないですか。どうしてそれを徹底的にやらないアメリカはもうすでにやった、200兆円、200兆円ものお金を増やした、ドルは独自通貨だから増やせる、200兆円出して何やった現金給付やった、1人当たり15万円、一番近いところで。 もうすでに3回やってる、追っかけ300兆、400兆金出すって言ってる、どうしてそこまでお金出せるかって、独自通貨、ドルがあるからですよ、日本も同じこと、独自通貨、円があるのに、どうしてそんなにケチるんだ、徹底的にみんなにお金を入れていくってこと、今こそ必要なのに、むちゃくちゃですよ、やってること、しかも財務大臣のバックにいる人間たちが筋が悪すぎる、あまりにもありえない。 目的が明らか、何か、中小企業を潰して、中小企業の体力を奪って、安く買えるところで、どんどん買い上げていこうって考えをしてる、例えば外資とか、例えば大きな企業に、中小企業をお買い得のクリアランスセールにさせようとしてる、だからどんどん弱らしていってんですよ、この後出てきます、事実関係が。はい今国会の提出法案、今国会の提出法案の中には、さまざまございますが、財政 先ほどの財政審議会の、えー、どうぞ前に通れますよ、ありがとうございます、えー、提言みたいなものですね、えー、県議の中にあった産業構造の変革、新陳代謝を伺わせる内容が散見されます、どういったものか、例えば所得税法の一部、所得税法の一部を改正する法律案、この中身は何かといったら、えー、中小企業の M&A、中小企業を合併しますよ、買収しますよという時には、 これ税金安くしてもらえる、そういう話なんですよ。中小企業を買収したり合併していけばしていくほど、税優遇受けられますっていう話。むちゃくちゃじゃないですか、こんなの。逆に言ったら促進しますよ、それを。こういうものも準備されてる。なんでこんな話になるのってことなんですけど、これはもう去年から分かってたことなんだよ。そういう話です、何か。2020年9月、えー、自民党総裁選。 立候補してた菅さんが、中小企業の再編を促しますと、競争力強化しますってことを言ってるんですね。これ、再編、足腰を強くする、そういう言い方だけど、事実は何かって言ったら、これ、淘汰ですよ。どんどん潰していけ、体力奪っていけ、M&A で儲けさせろ。そんなことするわけないやん、国がと思ってます何言ってんですか。小泉の時代に不良債権問題あったでしょ。 30兆円規模の、30兆円規模のものを9割引きで、3兆円で外資に売り払ってるじゃないですか、竹中が先頭に立って、小泉がやらしてるじゃないですか、この国でもうすでに食われてる状況があったんですよ、もう何年か前に、今回に至って中小企業の淘汰、そんなことするわけないやろ、陰謀論者だなみたいな話言う人言いますけど、とんでもない、この国の過去を忘れたか。 以前にもそういうことされてるんですよ。食われてるんですよ。切り売りされてるんですよ。国を売り払うような政治家たちに。その第2弾、今度はもっと大々的にやっていくパターンの話でございます。はい9月18日、昨年の9月18日、えー、閣議後、閣議後の記者会見における梶山経産大臣の発言。 ポストコロナを見据えて中小企業の再編促進など中小企業の生産性向上足腰をつるく強くする仕組みを検討することなど、えー、総理からご指示がありました着々と前に進めているそういう話ですこういうことを後押ししてるのは誰後押ししてるやついますよ誰ですか成成長戦略会議成長戦戦略略会会会議議議ってて何、えー、総理をトップととする経済財政諮問会議と連携して 改革を具体化していきます。っていうそういう人たち、新しく立ち上げられた会議成長戦略会議、どんなメンバーいんの？こんなメンバーいますよ。こんなメンバーで。まあそれぞれのメンバーについてのコメントは避けますが、その中でも皆さんご存知の通りろくでもないものがいます。この2名です。この2名です。はい、竹中って書いてあります。で、アトキンソンって書いてあります。一体どれぐらいろくでもないかって話をしていきたいと思います。 例えばですけれども、えー、竹中平蔵さんは、菅さんの、菅さんとのつながりが非常に強いってことですね、師匠と弟子じゃないですか、これ。だって総務大臣やられてた時の、竹中さん総務大臣時代の、えー、菅さんは部下ですからね、副大臣でしたから、大臣、副大臣の中、師匠と弟子じゃないですか、これ。兄弟子、弟弟,弟子かな。はい 竹中平蔵さんといえば国家戦略特区、覚えてますか、えー、あれ誰や、長いこと出てこへんから、あ安倍さんや、<laughs> すみません、安倍さんのお友達、3四4 0年のお友達に対して獣医学部作ってあげるために国家戦略特区でやった、つまり何かってったら、自分たち叶えたいことを法改正、どんどんしていくために便利な枠組みが国家戦略特区、そこの旗振り役が竹中平蔵さん。 他にも国家戦略特区で例えば、パソナが外国人の家事労働手伝いみたいなお手伝いさんを入れられるみたいなことも前に進んでますし、他にも竹中さんが、えー、とオリックスの役員務めてますけれども、えー、竹中さん、何やったかって言ったら、オリックスのためにも農業を企業が入れるような形を国家戦略で特区で進めたり、まあ、言ってみたら、ガデン飲水のための特区なんですよね、そこの旗振り役が竹中さん、他にも PFI、PFI の旗振り役も竹中さん。 PFI って何かってったら公共,の公共の財産を民間が食っていくっていう,うな話です民間企業に任せたらさそのノウハウがあるから安くなんでも作れるよねこういう公共の例えば病院を作ります学校を作りますこれ私たちがやるよりも民間にやらせた方が安くできるじゃないみたいな話なんですよこれが PFI けれども、イギリスではそれが間違いだったことが分かった、どうしてか、病院作るのに民間に任せる、公共がやるよりも6割高くなったり、学校作るのに4割高くなったりっていう問題が続出したのが PFI、それをイギリスではもうやめるっていう方向性、でも日本ではこれから進めていくっていう前のめり、その旗振り役も竹中さん、他にもスーパーシティ。 そういった数々のことの旗振り役だった竹中さんが先ほど言った成長戦略会議の中にも入っていますはい。でね竹中平蔵さん、えー、文藝春秋2020年の11月号でこういうことをおっしゃってますコロナ禍での中小企業支援策で大事なのはもともと経営が危なかった企業は救済しないということ淘汰されるべき企業を残しておくと将来的に日本経済の弱体化につながりますってこと言ってるんです潰しき満々なんですよ 体力ないとこはもう潰れてもらえっていう方向性はもう満々に言っている中小企業淘汰に向けて舵は切られているのかもちろんですよはいデイビッド・アトキンソンね仲良しですよ2人どういう人かって言ったらもう皆さんご存知の通り何と言ってるか日本の生産性が低いのは小規模な企業が多すぎる360万社弱ある中小企業200万社弱に統廃合するべき 中小企業多すぎるから半分ぐらいに7万よってことを提言してる、むちゃくちゃでしょ、そこで働いてる人たちどうなんの、地方,地方の中で中小企業の数ってどれぐらいですか、割合にしたらもう99.8とか9の割合ですよ、そこで雇用されてる人、労働者の8割から9割ですよ、中小企業ある数の半分に7万円ってことは、地方が大打撃を受けますよ。 雇用されなくなくりますから所得を失ってお金も回らなくなって地獄みたいになるどうしてそんな地獄みたいな提言するのこの人日本壊そうとしてるねはい慢性的な赤字企業はただの規制中小規模事業者に補助金を出す必要はないコロナ危機が日本最後のチャンスだそういうこと言ってますね恐ろしい人間が政府の、えー、総理のブレーンとして いいいらっっっししししゃるるててこことですすままあこういった人人間に対してしっかり批判してくれる人もいます例えばですけれども、安倍内閣で内閣官房参与とかを務めた本田さん、えー、前のえスイス大使ですね、この方が何と言っているか、デビッド・アトキンソン社長が主張する中小企業再編について、極めて危険だ。アトキンソン氏は政府の成長戦略会議の民間委員に起用されている。 マクロ経済をあまりよく分かっていない、失業者がいっぱい出て、日本経済は破壊される、必ずや失敗する、そうやって警鐘を鳴らしている人はいるんですけど、でもこの人は、菅さんの今、ブレーンじゃないですからね、安倍さんのブレーンの一部ではあったけれども、菅さんは今、全く違うブレーン、どんどん壊していこうぜっていう方の人たちに囲まれてるわけですよね、はいデイビッド・アトキンソンさんと菅、菅さん、非常に仲がいいというよりも、菅さんが、 この人の信者なんですって、経済産業省の官僚が言うには、菅さんはアトキンソン信者です、そういう話をされているぐらいですから、かなりこの人の考え方っていうのは政策として進むでしょう、そこで菅総理、2020年の9月の頃だったんです、総裁選の時自民党総裁選の時こんなこと言ってます、地方の銀行について、将来的には数が多すぎるのではないか。 再編するるののも一つの選択肢になる要は中小企業を通たとかっていう話もあるんですが地方の銀行も数が多すぎるからこれどんどんくっつけていけよみたいな話をしてる銀行のルールをどんどん変えていこうってことですどういうこと今国会提出されるものの中にこの銀行法の改正っていうものが含まれてる銀行法の改正いろんなものあるんですよ例えば、えー 銀行がデジタル分野など幅広い業務を可能になったりとか金融機能の強化法とか金融商品取引法海外ファンドの参入手続きを簡単にするとか銀行法の改正その中に加速するためには雨が必要だねとにかくいろんな企業をくっつけていく中小企業、えー、地銀に関してもくっつけていくための雨も用意してるんです。 どんな雨かっつったら、この金融機能強化法の改正部分、銀行法の中にある部分ですけれども、えー、銀行の合併統合へのインセンティブを措置すると、地方銀行を念頭に経営基盤を強める仕組みの導入だ、何をするんですか、合併、経営統合する地銀などを対象に補助金を出す、金出してやる、何について。 システム統合費用など、本当は巨額の費用負担になるものを国が出してやるから、5年間の次元措置だぞ、やるなら今だぞってことで、どんどん後押ししていく、地銀の合体っていうのをどんどんさせていく、で合体させていった地銀がどんな役割を果たすのかということが一番重要なんですよ、どういうことかって言ったら、この地銀の再編における議論っていうものは、もう2020年にもう法改正行われてるんですよ、一部、どういうことか。 独占禁止法の改正で経営統合はすでに2020年の段階で緩和をされてしまっているで、この話に対して動いている人たちがもうすでにいるってことです、2020年の段階で、何かというと、こちら、SBI ホールディングス、こちらが島根銀行、福島銀行など4行に出資、お金出すよと表明した、地銀の囲い込みに動いている、そういう話なんです。 じゃあ、地銀がそうやってつながっていったその先にやることは何なのかってことをこのあと言いますけど、その前に、この SBI ホールディングスって会社、これ見てみると、役員、どんな人いたっけなってことなんですけど、見えますかね、この人の名前。見えますもうちょっと寄ります。はい、この人です。竹中平蔵またおるわ、ここ。また出た。来たー、出たーですね、これ。はー、すごいな、もう。 金の匂いのするところには必ずいる、すごい、嗅覚だけはすごい、本当に、素晴らしいですね、もう天才ですね、一体何するつもりなんですか、一体何するつもりなんですか、銀行法の改正によって、はい銀行法と改正案の内容、簡単にです、これは銀行が他の業態、他業に対して参入するってことに対して規制緩和するものであるよってことです。 銀行は基本的にはやることってお金を貸しますってことを中心でそのところその他に手を伸ばすってことがなかなか規制されてできなかったんですよそこに対して他業参入への規制緩和が行われるよっていうのがこの銀行法の改正でもう1つこの出資規制お金を出しますってことに対しても緩和していきます 特例として地域活性化を目指す企業には銀行の投資会社を通じて100%出資を認めるよっていう話なんですまあ、別に問題ないんじゃないのって皆さん思われるかもしれないけど問題があるんです何かはい現状銀行の業務要は融資の業務に対して銀行を専念させるためまたは銀行による産業の支配の懸念があるために 銀行による事業会社への出資は議決権ベースで5%パー銀行持ち株会社では15%パーまでしか認められていない当然金山ほどあるわけですからそれによって自分たちのやりたいようにその地域をいろいろコントロールされたら困るわけですよねだから銀行は専念しなさいお,しお金を融資するという仕事にあなたたちがほかに業種に手を伸ばす時には5%パーとか15%パーっていう規制があるからねそれ以上は出資できませんよあなたた,ちあなたたちが思うように その地域をコントロールしたり会社をコントロールできないようにしてますってものだったんだけれども100%ですよ100%いけるようになっちゃった銀行の投資会社を通じて100%出資ができるようになるこれに対して大変なことです本来産業の支配の禁止のために設けられた銀行法の多業規制を特例で骨抜きにしたそういう話なんですねはいじゃあその出資範囲拡大 銀行がよりお金を出していけるよ、支配していけますよということによって、何が起こっていくんですか、銀行、これは地銀に限りませんが、銀行が地域の中小企業の経営に参加することによって、場合によっては、経営権の掌握ということも当然つながっていく話だね、そういうことです。 銀行の短期利益主義が中小企業の経営を歪める可能性要は早く成果を出さなきゃいけないとにかくすぐ金にしなきゃいけないっていう感じで地域のいろんな企業を回し始めたらこれ壊されていきますよ当たり前の話ですね長期的視点それによる研究開発とか技術開発っていうことをやらなくなってしまう可能性も出てくるそれだけじゃなくて銀行主導のリストラ それによって高い技術とか M&A によって、外資によって、これがどんどん流出していくっていう心配も出てきます。結果として何が起こるかって言ったら、当然、地域経済、どんどん壊れていきますよ。どんどん壊れていきますよ。つまり何かって言ったら、デイビッド・アトキンソンが言ってることは、ただの盲言じゃないってことです。竹中も考えてることだし、これまでの自民党の流れでずっとこれ、やってこようと、目標はもう決まってんだってことです。 25年以上のデフレにコロナまでやってきたから、これで一気に行こう。つまり何かって言ったら、またしても外資であったり、大企業に対して、いろんな中小企業から体力を奪った上で、安い買い物させよう。そういう話ですよ。ありえないでしょう。むちゃくちゃですよ、やろうとしてること。総理のブレーン、師匠と神様が進める中小企業淘汰策。はい。みんなで止めましょうよ。そういうことなんですね。もう地獄みたいな話やけど。 これも今現在コロナでワクチンが届けへんとかいろんな話のオリンピックがどうしたとかいろんな問題の中でこういうことが水面下でどんどん進んでんですよ。だから皆さんにもぜひお力をお貸しいただきたい。今やることは何かっ言ったら徹底した国がこの独自通貨を増やす。要は国債の発行ですよ。もっと金出さなあかん。もっとお金作らなあかん。徹底的にみんなの底上げしなあかん。 このままじゃ倒れる、アメリカはなしどうして200兆できる、どうして追加で300兆、400兆できる、独自の通貨、ドルがあるからでしょ、日本にも円がある、徹底的にお金作れるんですよ、今こそそれやるべきじゃないですか、やらなきゃならない、そう思っています。